どうも、チャコ先生です。今日のゲストはアミさんとミーシャさんのお二人で、それぞれ3回目と2回目の出演です。じゃあ早速ですね、今日のテーマ教えてください。2人で揃えて言えるかな言えるかな、せーの、ファイヤーエンブレム風化石化です。というわけで、本日は2019年に任天堂から、発売された任天堂スイッチ用のゲームソフト、ファイアーエンブレム風化雪月を、まあ、不況ついでに熱く楽しくお話ししていきたいと思います。そうそう、で、ちょっとね、まあ、喋っていくんですが、3人ともこのゲームの理解度が、若干違うので最初に確認しておきたいんですが、まず大前提として3人ともゲーム実況者のジャック・オ・ランタンさんのこのファイアーエンブレム風化雪月の本編の実況を視聴しております。それを前提にですね、で、私チャコ先生はまずもうスイッチ本体を持ってませんので、完全なる実況エアプ勢で、前回もこのテーマで遊びに来てくれたミーシャさんが、私は、ダウンロードコンテンツを含めた全ルートをクリア済みです。はい、全ルートをやってて、はい、少なくとも前回来てくれた時は4周はしてたよね、確か。出ました、はい。まあ、ということで結構やり込み勢という形でして。そうだね、はい。で、さらに以前、ランタンを布教しに来てくれたアミさんは、今まだ1周目もしてなくて途中、はい、1周目の途中ですね、はい。ちなみになんて言うんだろう、どの辺、何章とか分かる？髪色が変わったこの前。あ、だからあれかな、パクンのショーの1月終了後ぐらい。詳しいな、詳しいな、もう図鑑みたいに出てくる。任せて。さすがです。はい、というわけで、まあ、三者三様の目線で話していきたいと思います。でですね、まあ、ちょっと喋っていくんですが、一応全くこのゲーム知らない方もいらっしゃるということで、視聴者さん向けにこのゲームの概要をね、ざっとおさらいしておきたいと思いますので、間違ってたら教えてくださいね。はい。はい、このゲームね、ファイアーエンブレムシリーズはシミュレーション RPG で、まあ、今作はなんとね、主人公が士官学校の先生でして、で、まあ、3つの学級から担任するクラスを、まあ、3つのルートから選んでいくっていう形になってまして、まあ、従来の敵を倒してっていう、こうロールプレイ的なところもあるし、さらにそこにキャラクターの要素がね、たくさん組み合わさっているっていうのが今作の特徴だと思うんですが、で、まあ、今回はね、アミさんがプレイ中、かつランタンさんが今アーカイブを YouTube に上げてますね、まさにっていう風で、そのランタンさんが実況した青の学級、3つのルートのうちの1つ青の学級のストーリーをメインに、重大なネタバレは控えるんですけども、まあ、未プレイの方に配慮して喋っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。今回一番フレッシュな気持ちでこのゲームをプレイしてるのが、アミさんなので、もう今回一番最初はね、そう、アミさんの今現時点での感想みたいなところからちょっと聞いていきたいなと思うんですけど。感想ね。はいはいはい。ランタンは、まあ、実況だからこう第三者目線で見てるじゃん。うんうんうん。うんうんうん。だからこうなんか携帯のさ、このちっちゃい画面でしかこう見てないわけ。あ、なるほどね。うん、そうそうそう。うん。でもスイッチだとさ、こう自分でゲーム機持ってやるじゃん。うんうんうん。画面が近いのよ。ああ、なるほど。実況より。もうそもそもね、見てる感じが違うね。うんうん。そう、見てる時もなんか、あ、めっちゃかっこいいなみたいな、かわいいなみたいな感じで見てたけど、うん、うん、自分でプレイするとその画面が近いから、うんうんうん。顔よみたいな。なんていうの、本当にこう対峙してる感じ。ああ、なるほどね。だからストーリーの感想というかキャラの感想になってしまってるんだけど。はい、全然全然いい。うんうんうん、実況見てる時よりなんかすげえなんか思い入れがすごいよねっていう感じ。わかるー。わかるーそれ。いやもうやばいよ、もう。私はアッシュくんが好きなんだけど、はいはいはい、ランタンではあまりやってないから、あ、うんうんうん、攻略も見ないし、うんうん、だから完全に手探りなんだけど、はいはい、うん、いやなかなかねうまくいかなくて、ちょっと心折れそう。え、アッシュそんなあれなんだ、ガード硬いんですね、難しいんだね。いやなんかね、私が多分下手くそなんだけど、はいはい、お茶会で PTT が出ないんだよね。PTT ね、パーフェクトティータイムがね。そうそうそう。なんかいつもどっか一回失敗しちゃって、なんかああみたいな、難しいわ。
え、最近分かったアッシュのなんか、あ、これ好きなんだっていう情報ある？とりあえずお茶は見つけた。好きなお茶。何が好きなのアッシュは？アッシュはね、ミントティーだった。ミントティーが好きなんだね。ミントティーめっちゃ手に入るから。あ、わかるそれ。そう、めっちゃ手に入るから謎にこう避けてあげてたんよ。他のやつばっかあげてたんだけど、お茶会やりすぎてお茶がなくなってきてで最後に残ったミントティーを、いやちょっとごめんもうアッシュミントティーしかねえわと思ってあげたら、うん、あ、僕これなら飲んだことありますみたいな、好きですみたいな今までのお茶会なんだったみたいな。本当だよ、あの知らないまずいお茶めちゃくちゃプレゼントしてさでごめんと思って。いや、そういうの圧縮よ、そんな平民とか庶民だからさ。はいはい、うん、あの平民出身ね。その高級なやつを飲んだことがないから。あー、うん、そう、だからミントティーもなんかこの味好きなんですよねとかじゃなくて、なんかこの銘柄なら飲んだことありますみたいな。あ、うんうんうん、すごい細かいね。ちょっとそうだから、あ、もう最初からミントティー行ってきゃちょっとみたいな。本当だよ、難しいこと考えないでミントティー行けばよかったね。そうそうそうそっか、手探りだとそういうことがあるんだね。そうそうそう、いや、それがねめっちゃ楽しい。あ、いいね、いい、いい。そうそうそう、今多分お茶とかを散策の時に商人から買ってたりとか、うん、買ったりしてるんだけど、ストーリーが後半に行くにつれて一人増えて、その商人が高級なお茶を売ってるの、で、その高級なお茶を入れたら好きなお茶当てた時のセリフがちょっと高級なお茶バージョンに変わるから。あ、なるほど。聞いてほしい、へそう、はい、いや、やっぱ細かいね、本当に。そうなの、本当にすごい。そう、このゲーム細かいんですよ、まあ、私もその実況見た限りですけど、なんかもうプロフィールページがさ、それぞれゲーム内で見れるんだけど、そうそうそう、なんか過去の経歴、何年に何々があったみたいな、うん、年表みたいなのがあったり、こう趣味趣向であったり、こういう特徴、こういう技能があるみたいなことまで見れるんだけど、多分なんかその書いてない設定がさ、いろんなところの会話で出てくるよね。あ、そうだね。そう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 。いや、でもこれ1回のルートでその最終的にその結婚とかするじゃん。うんうんうん、うん、1人としかできないじゃん、もちろん。うん、いや、でもまあ3週は絶対するつもり。おお、すごいね。いや、とりあえずその真相を知りたいから、ね、あ、そっかそっか、そのストーリーのね、そう、まあ、結構こう厳しい世の中じゃん、夫婦別姓、うん、そうだね、シリアスだよ ね、 そうかなり厳しいから、進めてるうちにそのだんだんあの地獄のシーンへと近づいていってる感がすごくて、いや、この後あれになるあれになるみたいな、もういっそのこと早くそこまで進みたい生殺しだな。そう、その先のハッピーエンドに早く行きたい。私割とハッピーエン中だったから、そうだね、まあ、だから言ってたね、そう、ハッピーエン中だから、そのランダム実況を見た時に、あ、こういう終わり方なんだって誰も救われないみたいな結構ショックだったんだよ、見てる時に。いや、だからもうそれが待ってると思うとちょっとああみたいなあーってなる。っていうかさ、そう、アミ的にはさ、あのハッピーエンドじゃないの分かっててこれプレイするってそれすごくない？いや、そうだから、そう、前代未聞の挑戦あ、そんなになんだへ本当になんか今流行りのその鬱展開の漫画とかも避けて通るような人間だから、マジで本当に人生初ってレベルでこんな重たいゲームやってる。あ、そうなんだ。そう、まあ、そのストーリーは重たいし、うん、まあ、ハッピーエンドではないけど、それ以上にそのキャラクターとの親睦を深めたいみたいな、うんうん、プラスのあれがいっぱいあるから、うん、こうやりたいっていう気持ちになったね。あ、うん、いや、そうだから普通にそういう支援会話とかなくて、ただストーリー進めるだけのゲームだったら多分実況で終わってた。それで満足 してたとは思う。本当にだから多いからさ、要素が風化節率、うん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 、ね、多いよね。そう、買ってやる価値あるなって感じ。すげえ、なんかめっちゃ説得力あるね今のね。割と私飽きやすいから、うんうんうん、最後まで見れるかなと思って見始めたらめっちゃ面白くて、うん、普通に最後まで見て、で、まあ、そのミーシャからの支援がすごいから、そう、見て見てあれ見てみたいな、そうそうそう
で、それで、まあ、どんどんハマって二次創作を見て、うんうんうん、あ、あとあれじゃん、ドラマ CD も一緒に聞いたよ、ね、あ、そう、へぇ、そう、そう、実は文化節月ドラマ CD があって、え、知らないそれ、その存在すらも知らないから、うんうん、実況だけ見た状態で、そのミーシャがすごいなんか、うん、これもいいよあれもいいよってめっちゃ聞かせてくれて、でゲームやってやってって言われてて、ずっとね、うんうん、で暇だなみたいな、なんかやろっかなって言うと、もうすごい、もう風化節月、風化節月って推しがやばいキアラはね声かけてたわ、おもろ、そう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 、やっとやってやれたわ、やっと間に合ってくれてマジで時間かかった、申し訳ない、いやいやいや、いやいや、もうやってくれたっていうことだけで私はもうほんまに嬉しいし、もう本当に一人でも多くこのゲームの良さを伝えたいから、熱量がやばい、いやもう本当に大好きなの。今ってさ、なんかそもそもなんかゲームしない人がもう多いじゃん、うん、なんかもう実況で済ましちゃうみたいなのもそうだし、だから よりさ、しかもなんていうの、こう昔ほどなんか友達ん家に行ってマリパしようぜとか大乱しようぜみたいなのじゃないじゃん、もうそれぞれ好きなものがあって個人個人が楽しんでる感じだから、なんかこうみんながやってるゲームじゃなかったら、もうそのそれが好きな人と出会うのめちゃくちゃ難しいじゃん、確かにな、そうだからすごいなんかその熱量になるのはわかるし、でそれでしかもその相手が答えてくれたらめちゃくちゃ嬉しいだろうなって思う、いや本当に、いや私もそのランタン布教して、うんうん、結構周りの子見てくれてたからさ、うんうんうん、いやもうなんかランタンのあれ見てるみたいなツイート見るだけでめっちゃテンション上がる、わかるわ、わかるわかる、私もランタン好きだから、なんか風化節月を知ってランタンを知って、うんうん、でそれを見て風化節月を詳しく知ってゲーム買ったってタイプの人間だから、うん、でなんか風化節月の二次創作とかもさ見てると、うん、結構そのランタンから始まった人多い、そうなんだ、めっちゃ多い、ランタンすげえなと思って、なんか私二次創作やってる人ツイッターでフォローしてたりするんだけど、うんうん、ランタンの動画のパロディの絵を上げたりとかしてる人もいるから、へえ、多いよね、めっちゃ多い、そうだから日本のその風化節月をこう知ってる人とかプレイしてる人の始まりがランタンっていう人結構多そうだなと思って、うん、めっちゃ多いと思う、だってちょいちょいなんか海外でも話題なしだもんね、ランタンの、あ、なってた、ニトリと結婚できなくて嘆いてるランタンの動画が海外でバズってあれは言葉の壁があっても面白いんだろうなっていう、いやまた見たくなっちゃうな説教、いや本当に面白かった、めっちゃ面白いさっき収録始まる前に、うん、無双の方、あ、そうじゃん、無双の話しようって、最後にこれ収録してるの3月中旬なんですが、発売日いつだったっけ、6月の24日です、6月の、はい、24日に風化節月の無双が、無双バージョンが出るということで、その PV が以前出てもうミーシャさんがもうバーンって爆発してましたけど、そう本当にやばかったあの時、本当に私は全然もう無双のこと知らなくて、うん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 、シリーズなんだっけ、なんかね無双、戦国無双かな元が、うんうん、そう、光栄テックモが出してるゲームがあって、うんうん、でその無双シリーズでいろんなゲームとコラボしてるの、うんうんうん、で有名なもので出す、つい最近出たあの刀剣乱舞無双とか、うんうんうん、あとゼルダの伝説の無双とか、うん、で今回は風化節月の続編っていうよりは、うん、なんだろう、本編のパラレルワールドみたいなのがあったかもしれない、もう一つの物語っていう感じで、あ、なるほどね、なるほど、もう一個の世界なんだ、そうそう、世界観とかは全く一緒、うん、なるほどね、それもあって今ランタンが過去にニコニコ動画に上げてたその風化節月のプレイ、実況プレイのあのアーカイブをもうガーッとまとめて今アップロードしてるから、もうひしひしとあの俺は無双をやるぞというのがね分かるんだけども、いやここまで来たらやるやろっていう、絶対やるでしょ、やらなきゃおかしいよ、やってくれよ、マジで期待しかない、本当に、え、無双はどうすんの、2人をやるの、私もう予約済み、あ、そうね、そう、ミシャンを完全にやる気満々、もうねあれ特装版買ったからね、あれめっちゃ高いやつでしょめっちゃ高いやつ買った何がついてるんだっけ、ゲームソフトが基本入ってて、はいはい、キャラクターの設定資料集100ページ超えのやつが1冊と、いいね、いいね、
アクリルスタンドが 5種類かな、とあとポストカードと、はい、フォドラの地図の何だったっけ、出てこない言葉が。ちょっと待って、ね、今見るちょっと待ってね。あ、テーブルクロスで合ってる。5種類入ってんのかな。いいですね、お守りだ。お金も払ったからあとは届くのを待ってだけ。私はとりあえずその今買ってこの風化雪月を何周もするつもりだから、まあ、向こうとりあえず最初はランタンの実況を見る。あ、そうだね、そうだね。なっていう。そうそうそう。まあ、で、その実況を見て、うん、いや、買うぐらい面白いぞってなったら買うかなって感じ。もう満足するまでプレイする。いや、うんうん、いいですね。それがいいと思う。うん、いや、早く進めたいわ。いや今日さ、今回初めて3人でやってみようっていうことでさ、でしかも、うん、その私はやったことないし、あのミーシャはもう何周もしてて、でアミは1周目でって、こうバラバラの視点でどんだけ喋れるかなと思ってたんだけど、うん、アミの視点があってめっちゃ良かったと思う今日。中盤でさっきさ、あのハッピーエンチューだった私がそのミーシャに口説き落とされるまでみたいなストーリーだったじゃん今日。この動画のタイトルそれだわと思ってマジでね、もう全国のハッピーエンチューに言いたいもん、ね、いや、これはマジでそうそう、ハッピーエンチューでもやる価値あるよっていう、口説き落とされたアミが言ってるんだからめちゃくちゃ説得力あるなっていう感じよ。私は本当のハッピーエンチューだからねというわけで、ちょっと締めに入っていきたいんですが、最後に一言ずついただこうかしら。まあ、そのしんどいシーンもあるけど、うん、その他の要素が本当に多くて、キャラクターの過去もあるし、内容も濃いし、ストーリーも結構その気になるストーリーだし、うん、まあ、全然内容わかんない人もいると思うから、うん、そういう人はとりあえずランタンの実況を見てください。そうですねそこに全てあります。そう、まずそこ、まずそこね。と、それ見て大体把握して楽しそうだなって思ったらもうゲーム買ってみてくださいっていう感じですね。わかる。口説かれました。じゃあその口説き落としたミーシャさん。はい。やっぱ愛おしい生徒たちとその共に物語を進めていくっていうのが本当にこのゲームの醍醐味なんで、うん、ぜひやってみたいなって思ったら実際にやってほしいなって思います、はい、で、あとなんだけど、これだけ言わせて、はい、噴火雪月無双でキャラクター新ビジュアルが公開されました。シルバンの新ビジュがまだ公開されてないからかっこよくやっててほしいっていう願いが本当に強いんです。なんだそれなっててほしいですって。一応その3人の球長の新ビジュアル出てるので気になる方はぜひ見てください、うん、概要欄とかに、まあ、ランタンの実況の再生リストとゲームソフト の公式サイトの多分 URL とか貼っておきますので、うん、そちらもチェックしてみてください。いや、ぜひにぜひ見てください、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、というわけで本日は以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ、バイバイ。